はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ皆さん、このゲームの最強キャラクターは誰でしょうか？いろいろいますよね。でも基本的にこのゲーム全員強いです。でもその中でも頭一つ飛び抜けてるキャラクターっていうのがいますよね。そう、間違いなく最強はソローネです。全員にバフをかけてくれて、すごく便利ですよね。でも、それ以上に火力が高い。ただ単純に火力が全キャラで一番高いので、ソローネが最強ですね。で、ソローネはジョブ、絶対にウェポンマスターにしてください。ソローネはウェポンマスターが一番合う。で、装備ですけども、こんな感じでつけてます。歴戦の剣だね。と、巨人の棍棒。この2つは絶対必要ですね。物理アビリティ、威力プラス。で、ダメージがだいぶ変わります。この2つ装備してるだけで、全然違うんですよね。で、槍は歴戦の槍。短剣がアサシンだが、これ行動速度が上がるので、エベルのダメージが上がります。短剣これにしてますね。で、斧は竜王の斧。まあ、これは絶対ですね。最強の技が、これがないと打てないので、これをつけてます。そして、弓は修羅ですね。クリティカルと行動速度が上がってます。で、盾。盾は、防御力は捨てて、火力に曲振りです。用心棒のバンテージ。攻撃力、命中、クリティカル。これが上がる装備です。で、頭はアート・オブ・ベール。SP がね、少ないんですよ。かなり少ない。なので、これをつけて、SP をプラス90つけてあげてます。で、体はバトラーテイルコートです。クリティカルが75も上がりますので、まあ、アタッカーには間違いない装備ではないでしょうか。そして、その他は、進化の銃牙と一気火星の爪。まあ、装備はこんな感じになってます。それでは実際に戦っていきましょう。一番火力が出せる構成が、ソローネ、テメノス、キャスティで、あと一人は誰でもいいっていう感じですね。とにかく、ソローネ、テメノス、キャスティ、この3人が重要です。で、あと、行動順も大事ですね。キャスティができるだけ早く。まあ1番がいいね。で、ソローネは2番目以降になるようにするとベストです。はい。まあ、実際やってみましょう。まず最初、調合で、BP を上げましょう。BP マックスになります。でね、普通にやっちゃうと、このボスですら速攻倒すのよ。うん、耐えれない、このボスでは。なので、使ってる体でやりますね。うん、使ってる体でやらせてもらいます。まあ、最初、キャスティが、BP を上げました。で、ここで、底力を使って、ブースト2回の、獅子狩りですね。うん、2回の。まあ、ちょっと、やっちゃうと、倒しちゃうので、BP2 回使ったという体で、打って、見てください。うわー、ちょっとやばい。BP2 でもうカンストするんですよ。で、また、次に、獅子狩りの BP3、もしくは2で打ちます。まあ、3の方だったら確実に2回ともカンストですね。ちょっと、倒れるなよ。頼むからね。あぶねえドキドキだよ、倒せないか。で、ここで、エルフリックを使います。そうすると、このターンの一番最後にもう一度行動することができますよね。で、もう一人のキャラクターで、超回復のジャムだね。HP、SP、BP、底力を全回復するってやつですね。それをソローネに使ってあげる。で、ソローネでまた底力の、獅子狩りの BP2。で、その次 BP3 で打つっていう感じですね。これでもう倒れるよね。はい、もうほぼほぼ全部の攻撃を、まあ、全部じゃないな、BP2 で打つと、まあ、9万ちょっととか、8万9000とか、それぐらいになるので、まあ、とりあえず、1ターンに、4回行動することができて、しかも、全部9万ぐらいのダメージを与えれます。すごいよね。すごいよね。これ、耐えれるボスって、いないと思います。うん。どんなボスでも、1ターンで倒すことができる。このソローネ。マジで強いです。はい。ということで、今日はソローネがむちゃくちゃ強かったので、紹介してみました。間違いなく最強キャラはソローネですね。で、今日やったやつなんですけども、アイテムの、これ、超回復のジャム、数が限られてます。なので、めちゃくちゃ、もうとんでもない火力を出せるのは、数回に限られるんだけども、うん、まあ、これを使わないにしても、底力で、ポンポン打っていけば、全然ダメージ出ます。うん。まあ、3回は絶対攻撃できるよね。うん、底力1回使わないにしても。うん、なので、まあまあ、アイテムには限りはありますけども、多分そんなに使うこともないとは思います。めちゃくちゃ強いので、ソローネのウェポンマスター、絶対使ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。